それでは本日もボートレース大村の伝報番組をお届けしていきたいと思います。解説していただきますのはスポーツ報知の長谷明紀記者です。長谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。スポーツ報知の長谷と申します。さあ、メリークリスマス。サンタは来たかな、みんなとこに。僕のとこにはまだだぞ。まだですか。まだ来てませんか。来たかな。あ、昨日来たかもしれない。昨日来たね。うん、グランプリでミネビルサンタが来た。そうでした。ミネ選手が見事優勝ということで。おめでとう、ミネサンタ。ありがとう。はい、まあ、素晴らしいグランプリ優勝戦でしたね。そうそう。でね、そのグランプリが終わった後にクリスマスナイターカップが始まってね。はい、うん、そうなんですよ。このね、大村もね、盛り上がってますよ。結構なんかはい、盛り上がってます。いやいやいや、やっぱりよ。ボートレースって面白いなって、そうですね、昨日はつくづく思いました。はい、はい、うん、さあ今節は4日節ということで、はい、さあもう今日は予選最終日、予選最終日ね、11レースまでが予選なんですよね、はい、さあ誰が準優1号戦なのか、予選トップなるか、うん、ちょっとこれはね、はい、最後まで目が離せませんね。短期決戦ですからね、うん、さあ昨日一日振り返ってみますと、はい、深川慎二がね、はい、メインレースをインゲ制してね、はい、前半レースは2着だったんですけどね、うん、2-1 の、ね、2連体、はい、そしてミーショ高原もね、うん、前半まくって後半12レースは、ね、2コースが差し続いてね、はい、こちらも2連体とね、うん、さすがこの辺がねいいですね。はい、まあ、同得点率で1位2位ということなんですが、ね、この両者がね、はい、今日の結果次第ではというところに来るんじゃないかなと思いますけど ね、うん、そうですね、はい、さあその他長谷さんの中でこう初日気配が良かったような山地とね、はい、ね、あとね渡辺浩二もね、うん、道中の動きとか見てるといいなと思いましたね。そうですか。逆にね、はい、池永太志がね、はい、もう少しなのかなというようには見えました。ね、レース足とか5着5着ということで、そうだからちょっと本人もね、なんか合ってないなというような顔してましたね。そうですか。うん、まあ、明日準優勝戦へ向けて、そうだからね、彼はね、今年今 V5 なんでね、はい、もう一回調整クラシックと決めたいんでね、うん、なんとかここで踏ん張ってね、準優の、ね、いい枠でね、乗りたいというのが本音ないでしょうかね。そうですね。うん、さあ今日も熱い戦いとなりそうですので、はい、はい、お客様の皆さんには本日も楽しんでいただきたいと思います。それではまずは、本日のピックアップレーサーのコーナーですね、フリップの方をご覧いただきましょう。さて今日のピックアップレーサー、ミーショ高原選手、それもね、選んでいただきました。僕はね、はい、1号艇じゃない7レースでちょっとピックアップしようかなと出しました。そうなんですよね。さあここ注目ポイントをお願いします。伸び抜群、抜群、絶好の角戦、角戦4号艇ということで、インの強い大村といえども、はい、このミーショの伸びている足を考えればね、うん、どこのコースでも面白いなのに、枠慣れなら4角になりますからね。はい、これは多分山口哲司、井川大作もね、うん、こんなに、ね、ミーショが、ねいいんでね、はい、マークいくでしょう。ミーショはスタートで花切らなくても胴体でもグイグイグイッと伸びますからね。昨日のレースもそんな感じでしたね。伸びてましたね。はい、ですのでね、まあ、ここのミーショがまくるか、うん、まくり出すのか、はい、それはインコースのね、田中選手、田中次第ですけどね。はい、田中もね、それほどモーター良くないんでね、うん、ミーショがまくってくれれば本当ね、5コース6コースにも展開が向くと思います。なるほど。ですのでまあね、一応インコース残しての4の頭から1-5-6で行こうかなと思います。はい、あ、はい、まあ、ミーショ選手の、まあ、攻め方次第で、そう、はい、まあ、ここもね、ミーショ4号ででも人気にはなると思うんですけどね、まくれば5コース6コースが出てくるということで、少しはね、はい、面白いレースじゃない、ないのかなと思います。はい、さあということで第7レース買い目は4番から1-5-6の2-3着ということで、はい、はい、このように挙げていただきましたので、皆様ぜひ第7レースミーショ選手をご注目していただきたいと思います。さあそれではいきますよ、せーの、困った時の長谷頼み。さあクリスマスバージョン、はい、クリスマスバージョンですよ。どんなんがあるかな。ちょっと長谷さんなんか、うん、あれですね、正面で見たらなんかね、あのラグビーっぽい、ラグビーのこの帽子かね、プロレスのマスク。そうそう、僕も結構体がね、ガタイがいいんでね、このなんかエプロンもちょっと無理なんかあるんですよ。そうなんですよ、もうコーディネートが大変なんですよ。ちょっとなんかもう少し来年はスマートになりたいわ、私も来年の方が。ラグビーだ、ラグビー、ラグビータックル
強そうですね、うん、強いよ。昨日もねちょっとピザ屋さんのこう配達かのような感じでしたよ。僕はねピザ屋さんが昨日配達されてねすごく謹慎感を覚えました、はい、僕もあんな感じって思って。そうですね、ピザ屋さんね忙しそうですね。いやピザ屋さんもね忙しいですよ。僕たちもね、はい、忙しく予想してね、そうなんですよ、はい、当てればよ、ね、当てますよ。はい、さあそれでは困った時の長谷田のみ何レースをピックアップしていただいたんでしょうか。まずは、フリップの方をご覧いただきましょう。さて6レースを今日ははい6レースは夜勝ち戦でね、はい、もう1号艇に A 級選手が乗って、うん、残りは B 級というね、ところなんでね、はい、もう本命のね1号艇東選手から買ってください、相手を探してくださいというような番組ではあるんですよね。はい、ですがちょっとここはね進入がポイントだと思いますね、うん、2パターン上げていただきました。6号艇北川選手はどうするか、はい、あまりね毎月に行く選手ではないんですけど、うん、昨日はね1着3着というね好成績でね、はい、しっかり後半12レース走るんですよ、はい、12レースはノーカウントの番組なんですよね。あ、そうですね。ということは北川選手ここはね予選最終日はあれ最終レース、うん、だから6号艇でも一つでもうちに動いてねくれるのかなどうなのかなっていうところなんですよね。そうですね。ですんでね相手もちょっとここは難しかったんですけどね、はい、気配が良くなったのは3号艇中渡り、はい、で初日動きが良かったのは6号艇ですね、北川選手、うん、北川選手でそこでねもう一人気になるのが4号艇なんですよ、角良君、角良選手最近ね、はい、強くなってきてるんですよね角良君ね、うん、でこのね15号機というのがね、はい、2連対率は 27% ですけど、前節岩永正人選手が回ってグイッと押してた高モーターなんですよね。角良もね昨日はね握って回れる足がありますと言ってました。昨日はもうねちょっとレース失敗してね6コースから6着だったんですけどね、はい、うん、ここはね位置取り、まあ、5コースでもいいんですけど、はい、北川選手がねあもう6コースでいいよという感じになってね枠なりの3対3になった時の角良の4号艇が狙えるのかなと、うん、そうですね、昨日もスタートは08と、ね、はい、角良ね前走地のね若松でも4コースから2勝してるんですよ。あ、そうなんですね。というのもあってね握って回ってまくり出しに入っていくのかまくるのかスタート次第でありますけどね、うん、そしたらねあのね僕の一番大好きな狙い目というところでね、はい、そうですね、東選手への4-1前と、うん、まあ、東選手がまあインカ残しての4-1っていうのがね、はい、ここがクリスマスプレゼントになってるのかな僕、うん、欲しいなと。どちらにしても東選手はまあ2、3着にはしっかりと入ってくる、はい、やっぱりね1号艇でね昨日もね動いてるの悪くないというかちょっといい方だと思うんですよね。そうですよね。ですんでまあこの絶対的なシード番組になるんですけど穴なら角良かなと。あ、なるほど。思ってるんでちょっとここはね、はい、まあ、1着でもそうですけどね、まあ、最初の本戦のね買い目もね、うん、あの中にも4番を入れたいなと思って出しました。はい、買い目では1から3、6、4の2、3着、はい、そして、進入枠なりなら狙いは4号艇の角良選手ということで角良5コースも出番、4コースだとね、うん、頭まで来るのかなと思ってるんですよね。なおちょっと頭までの可能性があるということで、はい、でちょっと今日はね2日目の番組見るとね、はい、比較的なんか本命が多いかなと僕は思ったんですよね。なるほど。なかなかね主力はね A 級選手がね、はい、もうボツンといて顎強いなって番組、ここはね A 級がお一人なんでね、はい、じゃあチャンスはあるんじゃないかなと思って出しました。うん、長谷さんピックアップしてもらいたいような番組ですね。そうそう、真海さんありがとう。はい、さあということで困った時の長谷田のみは本日の第6レース、まあ、新入からちょっと注目の一戦となりそうですね。そうね、角良君ぜひもね4カード取ってほしいな僕は。はい、さあサンタが来るのかなどうかな、くるくる。はい、さあということで本日第6レース困った時の長谷田のみ皆さんご注目ください。本日も解説をいただきましたのはスポーツ報知の長谷明憲記者でした。長谷さんありがとうございました。ありがとうございました。